ベネトン B189 は、ドリーバーンを責任者として設計された、第一マシンで、1989年シーズンから1990年シーズンにかけて、ベネトンチームが使用した。B189 は B188 の DFR に変え、コスワースが新規開発を行った、自然吸気エンジン HB を搭載した。HB エンジンはこの年、 ベネトンに独占供給された。カラーリングは188と似ているが、サイドポットの背が高くなり、ラジエーターインテークが縦長になった。また、エンジンカウル両脇のラムエアインテークが B188 よりも薄くなった。B189 は HB エンジンのクランクシャフトのトラブルにより投入が遅れた。1989年シーズンの 第7戦フランス GP にアレッサンドロ・ナニーニのみが初めて B189 を使用し、第9戦ドイツ GP から2台とも B189 となった。信頼性が低く B188 ほどの活躍は見せられなかったが、日本 GP でアレッサンドロ・ナニーニが初優勝を記録した。1990年シーズンは開幕2戦のみ改良型の B189 バイトが使用され、 第3戦3割の GP より、新車の B190 に交代した。1989年、B189 は、シャーシナンバー1から6までの6台が投入された。スタッツ F1 ベネトン B189。statsf1.com。2010年8月23日閲覧。スタッツ F1 ベネトン B189 バイト。 statsf1.com2010 年8月23日閲覧カイチグランプリ年間1989から90アラン・ヘンリーバベル・インターナショナル分け CBS ソニー出版1990年 P28ISBN4 から789705021イチグランプリ年間1989から 90P45 ありがとうございます。